ネットビジネスは誰でも簡単にできる手法です。排泄するよりも楽です。怪しいなって思ってる人いると思います。そういった人たちの意見は全く聞く必要なんてないんですよね。もともとネット物販っていうのはシルクロード貿易自体から行われていた物流を起源としていますから、決して怪しい手法ではありません。ネット物販の本質は物を売ることではありません。ネット物販の本質というのは物を売るやり方を情報商材化して、高額の情報商材を売りさばくことにより、その情報商材でお金を稼ぐというところにあります。情報商材10人に売っても100人に売っても1000人に売っても、一度作ってしまえば、商材を用意すればあなたの労力は全くかかりません。あとは好きな時に、好きな人が好きなタイミングで勝手に購入して勉強してくれるので、あなたは好きな場所にいて何もしなくてもどんどんお金が入ってきます。さらに情報商材でしこたま儲けた後は、情報商材の売り方を販売しましょう。私みたいに稼げるためにはこういう情報商材を作って、このように嘘こいて自分の虚像を構築して、私みたいな稼ぎ方をしましょうというパッケージを販売することによって、さらに儲けることができます。例えば情報商材9万8000円で作ったとすると、その情報商材の作り方、情報商材の販布の仕方を49万8000円で販売することにより、9万8000円の情報商材を100人が購入したら1000万円、さらに49万8000円の情報商材の売り方を20人が購入したらプラス1000万円、これだけで2000万円儲かります。そしてその後は単品リピート通販に移行すればいいわけです。単品リピート通販というのは、原価率 10% から 20% のタダみたいな商材をその5倍10倍の価格で販売するやり方で、かつ初回500円でお客さんを寄せ集めて4回縛りの契約を行わせることによって、通常3回目で利益が確定するビジネスモデルですから、一度購入したが最後、必ずこちらの利益が確定するまで購入し続けなければいけない状況に落とし込めば、法律ギリギリの宣伝文句でお客さんを収集することができた時点で、ほぼそこが我々のキャッシュポイントとなり、さらに数千万円単位で儲かることができます。単品リピート通販、通常 D2C と呼ばれるこのやり方で扱う商材は必ずお悩み解決系です。例えば痩せたい人にはダイエットサプリ、筋トレしてマッチョになりたい人には筋トレサプリ、肌荒れに悩んでる人には化粧品もろもろのスキンケア用品、極端な話言えば水に一滴サラダ油を混ぜるだけでもスキンケア用品って作れますから、なるべくコストを下げてただ同然の商品を古代広告かけることにより、魔法の薬のように表現することも可能です。というわけで今回はネット物販を始めた後、ネット物販で稼ぐのではなく、情報商材を作り、情報商材の売り方を売り、しこたま稼いだ後、そのお金で D2C ビジネスを行えばいいという話をさせていただきました。 D2C ビジネスだけでもお金が足りなくなった時は、ポンジスキーム詐欺だとか仮想通貨詐欺を行えば、手っ取り早く1億円単位でお金を稼ぐことができます。そんなことしたら逮捕されてしまうんじゃないかと思っている方、問題ありません。私のようにドバイに移住することによって雲隠れすることも可能ですし、ドバイに行くのがめんどくさいという方はタイの斡旋業者も紹介させていただきますので、偽造の身分証明書も簡単に作ることができます。この世はお金がすべて、お金があればほとんどの悩みは解決します。お金があればモテます。お金があれば人生が変わります。お金があれば皆さんをいじめてきた奴らに簡単に仕返しすることができます。ぜひ皆さんもドバイ在住、月収1000万円の私のような生活を行いましょう。気になった方は今すぐこの動画下概要欄の私の LINE 公式アカウントにご登録ください。超有料級の情報をバンバンシェアしていきます。それでは最後にいつもの挨拶で締めさせていただきます。ガンバローリングストーンエクセルスペシャルボンバーアタック。